今日は月曜日です。今日はね、Vlog、1日の、ね、Vlog を撮っていこうと思います。で、昨日の夜はね、片頭痛でもうめっちゃ頭が痛くて、で、早めにね、布団に入ったので、いつもだったらね、日曜の夜に、まあ、1週間の明日から始まる1週間の予定立てるんですけど、昨日はね、もうすぐ寝てしまったので、まあ、さっきジャーナルと一緒に、ジャーナルとあと今週のね、プランっていうのを立てました。はい、で今日は、まあ、一日仕事なんですけど、まあ、午前中家でね、仕事して、で午後から、まあ、ご飯食べて、午後からはね、近くのカフェかどっかに行ってね、作業しようかなと思うので、まあちょっとこう少しずつ、一日のね様子を、まあ、撮っていきたいなと思います。はい、で今からはね早速、オンラインサロンのコンテンツを作っていこうと思います。1週間頑張りましょう。サロンのコンテンツが出来上がりました。今月は How to stay consistent in online business ということで、まあ、継続的にねアクションを取る方法というテーマで、動画3つに分けてね、用意しました。で、プラスワークブックもいつもね作ってるんですけど、こんな感じで、ワークブックもダウンロードできるようにしました。イエーイ。Lunch is ready! Where are you hiding him? Hotel.今からカフェに行って、仕事しようと思います。 Let's go! You're always talking about
私すごい童顔なんですけど、多分童顔だけじゃなくて顔がほらもうめっちゃ丸いから余計、今26歳なんですけど、あの未だに21歳とか、まあ、とりあえず若く見られる。すごいよねこの丸さ、自分で見ても結構丸いなって思うけど、こうやって後で編集でここに丸いやつつけとこうかな。そうなので童顔プラスこの丸顔が若く見られる。すごい最初はコンプレックスだったんですけど、でもなんか年を取るにつれてまあ別にいいかなと思ってきました。そうこの溜まったレシートを今からねこっちの弥生会計の中に打ち込んでって、で月ごとにねこのレシートは、まあ、この封筒に入れたりとか、あとこのね月ごとにレシートでこの中に月ごとに入れてます。で最初ねこの入力の仕方とか全然いまだによく分かってないんですけど、あの初めて今年が初めてのね確定申告なので、なのでもうめちゃくちゃググっていろいろでもう合ってるか分かんないけど、とりあえずこう、まあ、月1ぐらいでねこの溜まったレシートとかをこっちに打ち込んでってます。でこっちのでっかいファイルの方は自分のグラフィックデザイナーデザインで、あとオンラインコミュニティとかの、この売り上げとかをもう印刷して、あと請求書とかも。で、もうそういう系は全部このでっかいファイルにね、これも月ごとでこんな感じで、分けるようにしてます。はい、これからこのね、会計処理をやっていこうと思います。Hey guys! 昨日はちょっと夜ね本を読みながらそのままね電気もつけっぱで寝落ちしてしまったので、ここでブログ、1日のね Vlog を終わろうと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイ。